カール・フォン・シュテュルクは、オーストリアの貴族、伯爵、政治家、第一次世界大戦会戦時の首相を務め、在任中に暗殺された。グラー,アーツに生まれる。1891年、帝国議会議員となり、1909年から1911年まで、教育省を務める。1911年11月3日、首相に任命され、1900年から1904年に、 長期安定政権を実現したエルネスト・ケルバーの政策を継承し、ケルバー政権のもとで進んだ経済成長の成果を利用し、公共事業の配分により、諸島派を操作して政治的安定を実現した。しかし1914年8月、第一次世界大戦が勃発し、オーストリア・ハンガリーが同盟国側で参戦すると、3月に、 閉会されていた議会はそのまま開会されることはなく、シュトゥルク首相は議会の承認を得ないまま戦時動員政策を進めていった。やがて敗色が濃くなると反戦派が台頭、シュトゥルクは戦争継続の元凶とみなされ、1916年10月21日、ウィーンのホテルで社会民主党左派の指導者、フリードリヒ・アドラーによって射殺された。 エフアドラーは死刑を求刑されたが、後半での彼の弁論は、戦争を嫌悪していた国民の支持を受け、結局敗戦による二重帝国の崩壊に、伴い御社で釈放、その後も政治活動を続けた。ありがとうございます。